ジネット・ヌブーはフランスのバイオリニスト。稀に見る天才的バイオリニストで将来はフリッツ・クライスラー、ジャック・ティボーと並ぶ名人になることを確実視されていたが航空機事故により30歳で死去。母がバイオリン教師、父もアマチュアながらバイオリンをたしなむ音楽一家に生まれた。一つ年上の兄ちゃんはピアニスト。母の手ほどきにより幼少時より才能を発揮し、 7歳で、ブルフのバイオリン競争曲第1番を、パリのサルガボーで弾き、1930年、パリ音楽院に入りナディアブーランジェに学んだ。翌年の1931年、ヌブーはウィーンでのコンクールに参加し、巧妙なバイオリニストのカール・フレッシュ教授にその、才能を見出された。フレッシュは、ヌブーの両親に手紙を送って、ヌブーを直ちにベルリンに留学させるように勧めたが、 ヌブー家が裕福でなかったことにより、ベルリン留学が実現するまでには2年を要した。ようやくベルリンにやってきたヌブーの演奏を聞いたフレッシュは、こう感想を述べている。あなたは天から贈り物を授かって生まれてきた人だ。私はそれに手を触れてあれこれしたくはない。私にできるのは、いくらかの純粋に技術上の助言くらいだ。ジネットヌブーにヌブーは、 フレッシュの指導を4年にわたって受け、15歳であった1935年にワルシャワで開催されたビエニャフスキ国際バイオリンコンクールに出場し、180名の競争相手を破って優勝した。当時26歳のダビッド・オイストラフは2位となったが、結果発表の翌日に、広告で待つ妻に送った手紙で、こう言及している。2位になれたことに僕は満足している。 ヌブー嬢は悪魔のように素晴らしいと誰もが認めるだろう。昨日、彼女がビエニアフスキの競争曲一番を誠意に、信じられない力強さと激しさを込めて弾いたとき、僕はそう思った。しかも彼女はまだ15歳かそこらなのだから、1位が彼女に行かなかったら、それは不公平というものだ。ジネットヌブーに一役スターとなったヌブーは、バイオリニストとしてのキャリアの最初に、 ハンブルクでブラームスのバイオリン競争曲を演奏した。ついで1936年にニューヨーク、1938年にベルリンでデビューした。その後、第二次世界大戦が勃発する1939年9月までの間にヌブーはドイツ、ソ連、アメリカ、カナダで演奏した。特にベルリンでの人気は凄まじく、ドエレクトローラとの録音契約が 直ちに成立し、1938年4月から5月と1939年4月に、計7曲をベルリンで録音した。すべて SP 版一面に入るピアノ伴奏の商品であった。録音時のピアノ伴奏は EN、ブルーノ・ザイトラー・ビンクラーとグスタフ・ベックであった。ヌブーは、第二次世界大戦の間は演奏活動を中断していたが、 フランスに平和が戻ると演奏活動を再開した。ピアノ伴奏はアニジャンが務めた。フランシス・プーランクのバイオリン・ソナタの作曲にあたって協力し、1943年の初演を作曲者と共に行った。ヌブーは1945年から1946年にかけ、フランスとイギリスの間を何度も行き来して演奏会や録音を行った。 1945年11月から AEMI との本格的な録音をスタートし、シベリウスとブラームスのバイオリン競争曲をはじめ、CD 換算で3枚分のスタジオ録音を翌1946年の8月までに行った。1946年から1947年にかけて南北アメリカを演奏旅行し、ついで欧州各地で演奏した。 1948年にはオーストラリアアメリカで演奏旅行を行った。1949年にはエディンバラ国際フェスティバルに出演し、イギリスの各地で演奏した。1949年10月20日のパリでのリサイタルがヌブーの最後の演奏会となった。1週間後の10月27日、アニジャンと共にエールフランスのロッキードエル -749。 コンステレーションに登場し、三度目のアメリカ演奏旅行に向けて旅立った。このエールフランス期には、エディット・ピアフの愛人としても知られる、フランス人、プロボクサー、マルセル・セルダンも同乗していた。しかし、同期は、アゾレス諸島の首都である、サンミゲル島の山中に墜落し、乗員と48人の乗客は全員死亡した。ヌブーの遺体は、発見された時に、 アイキストラディバリウスを両腕に抱え込むようにしていたと伝えられる。ヌブーの遺体はパリに運ばれ、ペール・ラシェーズ墓地のショパンの墓のすぐ近くに葬られた。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章が授与された。ジネット・ヌブーは30歳での自己死により短いキャリアを終えたが、今なお世界的な大イバイオリニストの一人として語り継がれている。残された音源は、 モノラル録音ながらも生前の演奏風景を鮮明に伝えており、濃密でたくましい情感、有根多感な表現、火の打ち所のない音色の艶が特徴的である。ヌブーはフランス人ながらもとりわけブラームスを得意としており、死の前年の1948年5月28歳の時にハンス・シミット・イッセル・シテット式来きた。 ドイツ放送交響楽団と共演した競争曲のライブ録音は深い精神力を感じさせる解釈と聞き迫る表現の激しさによって他の追随を許さない。本記事はおソースとして記述しました。ありがとうございます。